こんにちは、神くんです。雑草は植物で防げます。今回は雑草にお困りの方、草取りが苦手な方、時間がない方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、草取りもう疲れました、気持ちよくわかります。ただ正直言ってガーデニングをしていると雑草付き合っていくしかないかなというふうに思います。なぜならガーデニングをしているとよく雑草も育ってしまうからです。栄養をあげればその栄養は雑草にも行きます。土を掘り返してあげれば掘り返したところから雑草の種が出てきて発芽します。もういたちごっこになってしまいます。まあ、そんなことを聞くとガーデニングやらない方がいいじゃないかと思う方いるかもしれませんが、ご安心ください。雑草は他の植物で防ぐことが可能です。というわけで今回は雑草を防ぐ植物を紹介し、その植物の上手な活用方法、育て方、これも園芸初心者の方にも分かりやすく説明の方を詳しくします。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、ガーデニングソルジャーと呼ばれております。そう、もう雑草、草はどこにでも生えてきます。極端なし、雑草をまるっきりなくしたければ残念ながらガーデニングはやめるべきです。地面をアスファルトにしてしまえば草は生えません。また砂利や石、防草シート、除草剤、これを使ってしまえば雑草は生えません。雑草は絶滅できると思います。ただこの川目くんガーデンチャンネルをご覧のあなた、ガーデニングやめられないですよね。なぜならその雑草を取る作業よりもガーデニング愛が強いからです。まあそもそも私も雑草を根絶やしにしようなんていうことは微塵も思っておりません。雑草を大きく広げたのは人間です。責任は取るべきです。上手な管理をしていろいろな植物、いろいろな生き物、これを育てていきたいと私は思っています。今回のテーマ、雑草を他の植物で止めてしまう。理屈は簡単です。雑草が生えるところに違う植物を植えて育てる、これだけです。いわゆる雑草を生えさせない隙間を埋めてしまう、これなんです。ガーデニングを少しやっていると聞いたことがあります。グランドカバーという言葉、いわゆる地面を覆ってしまうっていうところです。グランドカバー植物なんていうのもたくさんあります。地面が見えないほどたくさん植栽をしているガーデナーさん、実際このようなガーデナーさんは草取り作業そこまでありません。ただそんなに地面を覆うほど植物を植えれない、時間もないしお金もない、わかります。これが現実だと思います。私もその一人です。私も自宅でたくさんの植物を育っていますが、枯れていくものも多いです。時間がなくてメンテナンスする暇もありません。そして枯れたところからはやっぱり雑草が生えてきてしまいます。またグランドカバーを使ってうまく雑草を防ごうと思ってグランドカバー植物を植えたにもかかわらず、そのグランドカバー植物が枯れてしまった、こういう方も多いと思います。というわけで今回はそんなグランドカバー植物、植えてしまったけど枯れてしまった方に私がご提案するおすすめのグランドカバー、こちらを今回はご紹介します。雑草を止めるための植物、選ぶポイント、これが大きく分けて3つあります。1つ目はどこまで雑草を止めたいか把握しておくこと、2つ目はいつまで雑草を止めたいのか把握しておくこと、3つ目はその場所が日当たりがいいか悪いか把握しておくこと、この3つです。ポイント1番目、どこまで止めたいのか、これなんですけど、基本雑草をどこまでのエリア範囲止めたいのか、これを把握しておくことは重要です。極端なし、お庭の全部を雑草を止めたいとなったら選べる植物ありますが、実際問題その植物は雑草よりも繁殖力が旺盛な植物だと思ってください。そうなると植えた植物が雑草になる可能性があります。はじめはみるみる地面を覆って、あ、よかったなと思うんですけど、いずれはその植物をまた管理しなくてはいけないという仕事量、管理量が増えます。ただそこまで繁殖力が旺盛でないグランドカバー植物、これを選べばピンポイントのエリアの雑草を止めることは可能です。植えるグランドカバー植物の特性を踏まえた上で植えるエリア、ピンポイントで選んでください。ポイント2つ目、いつまで止めたいのか。植物にはいろいろな生態サイクルがあります。例えば一年草、1年で枯れる植物たちです。または多年草、宿根草、長年と生き続ける植物です。はたまた樹木類、もう何十年も生きる植物、いろいろあります。今回紹介するグランドカバー植物もそれぞれ違います。こちらも実際問題、畑やお庭でいつまで雑草を止めたいのか、これも把握しておいてください。雑草が一番多い、困る時期は春から夏にかけてだと思います。
ですので春から夏だけ雑草を止めれればいいというふうに思うのであれば、そのようなグラウンドカバー植物を選んでください。そうすれば秋からまた来年の春までは他の植物を楽しむことが可能です。またもう年中ここは使わないから雑草を止めておきたいと思ったら、一年草ではなくて多年草、宿根草系統のグラウンドカバーを選んでください。その場所を今後どうしていきたいのか考えてから植えましょう。ポイント3番目、日当たりがいいのか悪いのか。雑草を止めるグラウンドカバー植物も植物です。その植物にも環境によって得意分野不得意分野があります。ガーデニングをしているとよく体感するはずです。日当たりがいい植物を日陰に持っていったら生育は悪くなりますよね。逆に日陰がいい植物を日向に持っていくとすぐに枯れてしまいます。同じ場所で雑草を止めるっていうことは、そのエリアに育っている雑草よりも強い植物を選ばなければ雑草は止まりません。なぜなら雑草は自分が一番生えたいところにすでに生えているからです。その生えている雑草に立ち向かうには、そのエリアの環境に強い植物、そこでよく育つグラウンドカバーを入れなければ雑草には勝てません。植物の特性を把握した上でグラウンドカバー植物植えてください。というわけで、ここから先は実物を踏まえてグラウンドカバー最適なご提案したいと思います。では早速いきましょう。はい、というわけで雑草を止める植物の回です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、雑草を止める植物って、はい、まあ、いろいろとネットで出てたり動画で出てたりとか、本当にいろいろあるんです。で、言ってしまうと簡単な話で、植物で埋めとけば雑草が生えにくくなるっていうだけ。はい、うん、で、その植物で効率的にいわゆる面積を覆えるものっていうのが雑草を止めるというか、止めやすいっていう植物ではあるので、まあ、一応そこだけご理解をいただきたいなと思います。なんかグランドカバーっていうなんか第一印象とか、ちょっとガーデニング活動出てくるんよね、はい、お店でもグランドカバーに最適とか、うんうん、なんかいろいろ出たり、やっぱガーデナーさん見ていくと土をやっぱ隠したいってなってくる、イコールグランドカバー植物を入れるみたいな。ただこのグランドカバー気をつけないといけないのは、まあ、本当に適材適所があるんで、グランドカバー植物がいわゆる育てないと雑草には負けてしまいますよっていうところと、あとはそのグランドカバー植物自体をどうしたいのかっていうのも頭の中に入れといた方がいいと思う。はい、飾りで入れときたいのか実用的なところで入れたいのかで、これまたちょっと選んでく要素が変わってくるっていうところで、今回はどちらかというとちょっと実用性分野に特化していきます。デザインとかなんとかって追求しだすと、グランドカバー植物言ったらめちゃめちゃありますこれ。うんうんうん、今回割とどのお店とかホームセンターさんでも販売してるだろうっていう、優しいら確かにね、はい、たくさんあってこれって言われてもこれないよっていうところやっぱ多いじゃないですか。そうですね、みんな手に取れるとこっすね。そうっす、なるべくスタンダードなもので割とやっぱおすすめ、実用性が高いもの、こちらでちょっと今回はご紹介の方したいと思います。というわけで一発目です。まずはこちら、ジェン来ました、テラスライム。ライム、はい、これはサントリーさんの今年出たのかな、新しくというか去年ぐらいから同じようなやつがありましたけど、こういう新しい商材が出てきました。で、このテラスライムですね、去年僕似たようなやつで植えたんですけど、ものすごい広がりますこれ。はい、とにかくおすすめは夏場と日当たり、ここがなんとかクリアしたい人には結構おすすめです。うんうん、逆に言ってしまうと寒さに弱いんで、もう11月の中から下旬になってくると痛み出します。なのでそれぐらいの時期まで防ぎたいってなったら、この夏からっていうのかな、まあ、できればもうちょっと早い時期の方が良かったは良かったんですけど、ちょっと覚えておいていただけるといいです。で、どういう覆い方をするかなんですけど、このテラスライム、グランドカバーって言ってもいろいろなタイプがあるんです。言ってしまうと地面にベターって張っていくタイプなのか、地面をわーっと覆ってしまう、こんもり覆ってしまうっていうタイプ、こういうのにグランドカバーって分かれるんですけど、このテラスライムは完全に立ち上がってからこういう風に覆っていくタイプなんで、樹高がそれなりに出ます、はい、とは言ってもなんか40センチ50センチまで上がるかって言ったらそこまで上がらない。ちょっと大株がありますんで見てもらいましょう。ジャンでかこれはね、まだ大したことない。え、もっと広がるんですか。もっと広がりますね。これ今ハンギングっていうかスタンドカップかなんで、こういう風に垂れちゃってますけど、はい、地上部だとこんな感じです。こういう風に伸びてって、この上からもまたこういう風に重なっていくみたいな感じで伸びてくんで、割とボリュームがあります。これボリューミーにガバーっていきます、こうやって。なのでもう手っ取り早くこの辺埋めたい、そしてそのエリアには
入らないっていう人におすすめ。ああなるほど。踏んじゃうとダメですこれ、うんうん、踏みつけにはかなり弱いんで、一回こうぐちゃってなっちゃうと多分その部分は枯れちゃうと思う、うんうんうん、また出てきますけど、ただこういう踏んでくタイプのグランドカバーではないので、隠したいところで触らないところっていうところには、まあ、割とこの夏からの商材としてはおすすめで、目安なんですけど、だいたい1平米1平方メートルに1株あれば多分十分だと思います、はい、早くなんとかしたければ株数を入れればその分だけ早くはなりますけど、少し待てるようだったら1平米に1個でも十分覆っちゃう。早ければ2個2株ぐらい植えとくと、もうあっちゅう間にこう夏場はわさ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 、うんうん、なってきますけど、これ気づかないうちにめっちゃ広がりますんで案外と植える位置気をつけないと、ツルがどん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 こう出てきちゃう。出てて欲しくないところにもよかれはあるから、うんうんうん、上にこう行くタイプなんで、ベターってなってるやつをどんどんこう飲み込んでいく習性ももちろんありますんで、植えるエリアの方はまあ注意してほしいんですけど、逆に言うと寒さに弱くて枯れるんで、あいいですね、雑草化しない、うんうん、ずっと残ってもこればっか取っとらないといけんみたいな感じにはならないので、そして綺麗じゃんこれ。そうですね、ライム場のこんだけ旺盛に広がる植物ってほとんどないかもしれん。この夏場涼しげじゃんライムカラーって、うんうん、そうなんで、ガーデニング好きな方とかおしゃれに雑草退治っていうのかな、雑草よけしたいなっていう方はこのテラスライム今年いいと思いますね。なんかグランドカバーってある程度踏んでも大丈夫かなと思うんですけど、これ踏んじゃダメなんですか？そうです、グランドカバーってそう認識が人それぞれで違うんですよ、はい、踏みつけにも強いっていうタイプもありますけど、踏みつけに強いっていうグランドカバーの方が圧倒的に少ないです。あそうなんですね。そうなんで、グランドカバー最適って書いてあるようなやつでも大概は踏むとダメになるものが多い。あちょっと僕の認識が違いました。そうなんで、そこは踏んで歩く場所で雑草を止めたいのか、うん、ガーデニングエリアとか畑エリアとかお庭エリアの、まあ、いじってないところとか、逆に春とか梅雨で枯れちゃった場所ってあるじゃん。枯れちゃった場所って露出しちゃうんで、そこに種飛んできたりしてガンガン生える、そういうのだけ秋まで防ぎたいってなったら、こういったやつをここって置いとくと秋までは雑草じゃなくてこの子がブワーッとなるみたいな、そういう使い道使い分けをしていただければ非常に優秀ではないのかなっていうところで、ちょっとねワンポイントで、この子ね考える人は分かるかもしれないんだけど、芋に似てるの、さつまいもに。確かに確かに、葉っぱの形がつるな感じもちょっとなんか似てるっすね。そう、同じような仲間なんで、こいつ芋できるんですよマジっすか小さい芋ですけど、はい、芋もできるんだけど、はい、食べる用の芋ができるわけじゃないんで食べてはいけませんとでもさ、その発想で言ったらさ、俺思ったんだよね、さつまいもでいいじゃん確かにそうっすよ ねさつまいもガンガン伸びるじゃん、はい、なんで、まあ、ちょっと今さつまいもないかもしれないけど、もう来年あたりは雑草生えるエリアにピッてさつまいものつる刺しとくとあのさつまいものつるが雑草を避けてくるって、もれなく芋もできるっていうねまあただ観賞価値といったらやっぱないんで、おしゃれにやりたければこういうちょっと芋系統で強いやつで綺麗なやつね、うん、っていうやつが、まあ、おすすめかなと思います。というわけで一発目はサンドリさん、テラスライムです。さて行きましょう。続いてのグランドカバーおすすめこちら。ジェン。サントリータピアン。タピアン。はい。おーい、サントリー尽くしやねえかい。レンチャンですね。サントリーさん。レンチャンだな。いかんな。いかんくねえか。一番あるとこですもんね。そう。ホームセンターさんとかによく置いてあるんで、うん、ちょっと選びました。というところでこのタピアン、まあ、知ってる方ももちろんいると思うんですけど、バーベナっていう植物になります。ほんでこのタピアンって。いろいろな色が出てるんです。4色ぐらい出てるのかな。赤っぽいのとピンクっぽいのとかって出てるんですけど、ブルーっぽいのとか、圧倒的に強いのはこの白、はい、これ覚えておくといいと思う。雑草よけでタピアン使いたいなと思ったら、カラーって、まあ、欲しくなると思うんですけど、ここはあえて優先的にはこの白系ですね、まあ、白といってもねちょっとパープルがかるんで、そんなになんか真っ白っていうよりちょっとこじゃれた感じの白になると思います、うんうん、というところでこのタピアンですね、生育特徴としては日当たりはいいところがいいです。あんまり日陰だと育たないことはないけど旺盛にいかない。なのでよく日が当たるところで全然大丈夫なんで、テラスライムみたいな植える場所的にはっていうところプラス、テラスライムとのちょっと違いで言うと、タピアンはどちらかというとこうベタっと広がっていくプラスちょっと立ち上がるんで、ベタふわって感じ。おー、うん、ベタふわ、はい、基本伸び方が茎で伸びていくんです。茎がビューって伸びてって
その節々から根っこを下ろしていくんです、こうやって。はい。でまた伸びて根っこを下ろしてっていう育ち方で増えていくんで、基本ベタなんですよ。ベタって張っていくんだけど、その節々から上に向かって葉っぱと花がふわって出るんで、ベタふわって感じ。そして割とですけど踏みつけには強い。あんまり踏むとやっぱりダメになっちゃうけど、多少踏んだところでは枯れないっていう良さがあるのと、これやっぱり花が結構きれいに咲くんです、はい、なのでおすすめはガンガンこう踏んでくようなところに置いとくと、入れちゃうともったいないっていう印象ね。どちらかって言えば綺麗に花咲かしちゃう方が一石二鳥だったりするんで、なるべく人が入らないようなところで雑草防止したくて、あんまりテラスランみたいにボワーっていう感じじゃなくて、もううっすらとさーっとカーペット状で防ぎたいなと思う場所で使ってほしいなっていうところ。プラス肥料を上げると非常に開花率が上がります。肥料上げなくても育つんです、これ、うんうん、かなり旺盛なんでどん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 行くんですけど、花を見たいなと思ったらこれお花用の肥料を上げるっていうところがちょっとポイント。そのグランドカバーの肥料ってどうやって上げたいんですか？もうその株の株周りというか、普通に、うん、周りです。周りで株元っていうより、これどん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 広がっていくん で、うんうんうん、で広がった先に根っこを下ろすんで、そこに肥料があるわけはいいわけなので、うんうんうん、周りにどんどんとにかく撒いていくみたいな感じ。ばらまきでも多分全然大丈夫だと思う。でこれどれぐらい広がるかって言ったら、1平方メートルこれに極論一株で覆っちゃいます。いいですね。割とコスパいい、うんうんうん、早く埋めたければこれも2つとか3つとか植えればその分だけこう早く出るんですけど、期間かけていきたければ1平米に1個でも十分覆うっていうところをちょっとポイントで置いといてほしいんですけど、これ他のグランドカバー植物これから出てくるやつに共通して言えるんですけど、ベタっと張ってくタイプで伸びてくものってそこまで早く伸びない。あ、やっぱ時間がかかるんですね。ヒューって伸びてって根っこ下ろして、ヒューってって根っこ下ろすって感じなんで、テラスラインみたいにグイーンって伸びるわよ、こうやって。雑草はその間に生えることがある。であんまりこの雑草を生やしとくと、言ってもまだ小さいんで負ける。なるほど。雑草には最初の初期段階は出てくる雑草を軽くでも抜いといてもらう。で 2,3 ヶ月株をしっかり育てれば今度こっちの方が強くなったりするんで、最初は育てるっていうところは注力してやってほしいなと思います。でこのタピアンですね、実際のところ耐寒性があります。テラスライム1年草で終わっちゃうって言ったんですけど、タピアンはマイナスにならなければよっぽどいけます。あ、じゃあ豊橋行けそうですね。豊橋全然行きますね。でマイナス5度くらいまでは耐えれるみたいな感じだったと思うんで、割と生き残ったりしますんで、そういう場合は多年草として使えたりする。で来年もそこからまた大瀬にガーって行くんで、もしかしたら来年もっと広がるかもしれないので、防ぎたいエリアをどう制御していきたいかで、タピアンが来年ガン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 出てく可能性もあるので、そこをちょっと考慮して植えてあげるといいかなと思います。というわけで2番目タピアンでした。さあ続きましてグランドカバーです。まあ日向といったんで、次日陰いきましょう。日陰で最適おすすめなグランドカバーこちらです。ディエンリシマキア来ました。はい、はい、このリシマキアっていう植物も比較的かなり旺盛に育つ植物です。でこのリシマキアっていうのは、まあ、割といろいろな品種があります。なんとか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 、もっと綺麗な品種がある、まあ、これ綺麗だけどね、オーレアっていうこのライムバ。そうですね、うん、でリシマキア選ぶグランドカバーでね、強いリシマキアを選びたいなと思ったら、僕のおすすめはオーレアか、あと今日なかったんですけどミッドナイトサンっていうちょっと黒っぽくなる葉っぱのリシマキアがあります。このライムバかちょっと黒っぽい葉っぱ、このどちらか、これがいいと思います。この2つがいいっていうのは、この2つが結構強肩であったりするんでおすすめなんですけど、このリシマキア言ったみたいにちょっと植える場所を選びます。あんまり夏場の日差しがガン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 当たるようなところだと葉っぱが焼けます。で一番この子がいい環境は半日陰とか日陰エリアの水はけがあんまり良くないところ。あ、そうなんですね。水がはけすぎちゃうと、うん、この子ちょっと弱っちゃう。どちらかっていうと水を結構欲しがったりする。ほんで夏場ってやっぱ乾きやすかったりするんで、余計に砂地みたいなところだと育ちが悪くなっちゃうんで、ジメッとしてるようなところであれば、うんうんうん、まあ、割と最強クラスでおすすめできます。でこのオーレアとかミッドナイトサンは、まあ、結構園芸種であったりするんで、色がまず綺麗なのと花が咲きます。黄色い花が、でその花も綺麗だったりするんで、植えといて非常にこう景観が良くなる。プラス多少踏んでも再生してくるっていうところで、踏みつけにもそこまで弱くはない、まあ、ただ毎回歩いてると、まあ、潰してっちゃうんで
ちょっとそこは避けといた方がいいと思うんですけど、日陰エリアのちょっと湿潤なところ、乾燥しないところであれば、このリシマキア1個植えといてもらうと、まあ、結構わーっと増えます。ただ1年でグエーンってテラスライムみたいなのが広がるかって言ったら、そこまでの繁殖力ありません。徐々に徐々にゆっくりゆっくりこう株がでかくなっていく印象です。でこのリシマキア宿根草みたいな扱いになります。耐寒性あるんですけど、冬場真冬ね、地上部結構なくなります。これ綺麗に消えちゃって、あ枯れちゃったかなと多分思うと思うんですけど、また来年そこから復活して出てくるので、逆にちょっと冬場に関しては景観があんまり良くなくなるかもしれない。うん、うんうん、っていうだけ覚えてもらって植えといてあげると、日陰エリアの雑草を防止したいところには最適かなと思います。ぺったりとこう張っていくタイプのグランドカバーになります。石巻でした。さて続いてのグランドカバーです。続いても日陰に適しているグランドカバーいきましょう。こちらです。ダイコンドラ。ダイコンドラ、はい、ディコンドラって言いますけどね、よく、はい、ディコンドラっていう植物があります。これ可愛いよね、丸々として可愛い。確かに、うん、で、まあ、この辺まだあれかな、こういう風につるですね、明らかなつるで広がっていくのと、これも見てもらうと分かるけど、ここからもう根っこ出てるね、こうやってこの茎。本当ですね、出てます ね。これもタピアンと同じで、これ伸びていった先に根っこを下ろして、またそこから旺盛にこう広がっていくタイプで、リシマキアよりもやっぱ生育の方は旺盛かなっていう印象ですね。もう一気にバーって広がっていく感じで、このディコンドラですね、実は特性があって、この緑のタイプと園芸店でよく見ると思うシルバーのタイプがあるんです、はい、今日はちょっとなかったんですけど、シルバーリーフのディコンドラもあって、シルバーと緑どっちでもいいかって言ったら、これ実は植える場所違うんです。あ、そうなんですね。そう、ここで結構間違えたりちょっと失敗しちゃうパターンがあります。この緑は日陰、はい、で割と水分があった方がいいんで、このリシマキアさんと同じような環境ぐらいが適してるんですけど、シルバータイプのディコンドラは今度逆で日が割と当たる方がいい、そして乾燥気味な方が調子が良かったりするんで、ディコンドラ使い分けしたい場合はシルバーか緑は日陰か日向で防ぎたい場所に置いてあげると割と調子よく育ちますんで、ちょっと同じディコンドラでも植える場所気をつけないと逆にちょっと枯れてしまう可能性があるんで、ご注意してくださいというところです。寄せ植えとかにもこの辺使いやすかったりして使うんで、で増えるんで、まあ、株分けちゃうみたいなよく広がったら株分けて植えちゃうみたいなとか、これも株分けて寄せ植えに半分植えちゃうみたいなっていう形で、まあプランターでも割と寄せ植えでの重宝する植物たち雑草を止めれますんで、ぜひご活用ください。さていきましょう。続いての植物は日陰よりもまあ日向がいいかな、プラス乾燥地を割と好むんで水はけが悪いと枯れてしまいますが、使える植物こちらです。ジェン、セダム。セダム類ですね。ですね、はい、はい、セダム類、まあこいつらがね優秀ですね。はい、はい、このセダム類の特徴としたら、高温には強いんです。結構なんですけど多湿に弱いんで、梅雨場の時期に比較的枯れやすかったりする。で枯れる場所って大体決まってて、やっぱ水はけが悪い場所は特に枯れやすいですけど、水はけがいいような場所であればこのセダムたち、まあ、日光にはかなり強いのと耐寒性が結構あります。はい、物によってはマイナス20度ぐらいまでいけるやつなんじゃないかな。強い。そう、かなり強いんで寒冷地でも問題なかったりするんですが、このセダムの特徴は一気には増えない、年々モコ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 増えていくっていう感じで、一気に増やしたければ育ってった段階、これいきなりやると多分ね生育良くなくなっちゃうんでおすすめしないんですけど、植えて、まあ、半年とか1年経つと株がグワーってなるんですよ。なったらセダムたちはご存知かもしれないですけど、挿し木でめちゃめちゃつくんですよ。これなんでバクって切っちゃうよ、こうやって、はい、大きくなったら株がバツって切るじゃん、バイってばらまく。ばらまきで大丈夫ですか？はい、そこから根っこを出してこう増えていくっていう特性があったりするんで、増やしたければおすすめは何株か植えといて大きくなったら切って刺していくってことをやればコスト的にはかなり安くいきます。ただやっぱ挿し木から出てくると時間かかるんで、すぐに行きたければまあ株で植えるっていうのがおすすめ。プラス踏みつけにはそんなに強くないけど、この辺だったら多少踏む分には全然いいです。毎日歩く場所だとやっぱ溶けてっちゃう。ただ数回こう上からこれね、まあちょっとやってみようか。もう僕がグーッ
って押した程度で今潰れてますけど、はい、全くへこたれません、うんうんうん、出てきます。この辺もねぐーっていっちゃってもうニョキニョキニョキ出てきます、はい、それぐらいこの子たち強いんで、活用方法としたら庭とかでもどちらかっていうのは隅とかへりの部分とか、あと石とかレンガがあれば目地って言ってこの隙間の部分とかに貼っつけておいてあげると、割と気持ちよくこうおしゃれに雑草を避けながら飾ることができるんで、あんまりセダムでこう向こうまでセダムみたいな感じにはならない、むしろ、うんうん、ちょい使いで雑草を止めたくておしゃれにしたければ使えるっていうアイテム。ちょっとね気をつけてほしいことだけ言っとくと、はい、万年草って書いてある種類があるね、これで万年草、はい、万年草、この辺の万年草系は強いです。ただセダム類の中で多肉植物みたいなちょっとお肉になるやつがおるの、はい、肉っぽくポコって膨らむような感じのセダム類があるんですけど、それらのお肉系は弱いです。グランドカバーには向いていません。どちらかというとまあ寄せ植えとか単発で飾るみたいな感じなので、広がるタイプのセダム選びたければ草系、ちょっと草っぽいやこれ、装飾系やこれ、装飾系男子やこれ、確かに装飾だ、うん、装飾系セダムの方が、はい、あの庭に置いといたらかなり強いで、肉食系男子の方が逆に弱い、うんうんうん、っていう印象でセダムを選んでいくと、セダムって聞いたからって植えると、まあ、割と失敗する可能性もあるんで、草系ですよ。来ました、装飾系の皆様、はい、活躍できますというわけでセダムね、いっときましょう。さあ行きましょう、続きましてのグランドカバーこちらです。ジェン、タイム、タイム、はい、この香りには勝てんわこれはもうね、はい、言わずともかないい香りがする、はい、っていうところで、他のグランドカバーよりも圧倒的に香りの部分では優位に立ちますという、あのハーブですねがグランドカバーに使えます。ただこのタイムで気をつけてほしいところ、数点言わさせていただきたいと思います。まず環境的にはタイム自体は暑さと寒さにはすごく強いです、はい、なので安心してほしいんですけど、群れに弱いなので、梅雨場の時期とかで特に水はけが悪い場所に植えてしまうと、いくら広がるタイムでも枯れてしまう可能性があるっていうところと、種類によっては踏みつけをするとダメになるタイプもありますんで、ちょっと気をつけてほしいです。というわけでここに今日ですね、排生のタイプをいろいろ持ってきてみたんで、ちょっとこれね品種によって違うんだわ。なのでね、これを知ってるか知ってないかでってなっちゃうと、もう植えたんだけど育たないんだけどみたいな感じになっちゃうんで、いきましょう。まずはこっちの3個は置いといてのこっちの2つ、フォックスリータイムとドーンバレータイムっていう斑入りの配生のタイムがあります。斑入り綺麗やね、いいですねこのさりげない感じが。そうこれがいいじゃん、寄せ植えとかによく使うんですけど、この辺のタイムは配生タイムで広がっていくんですけど、一つ難点はスピードが遅いです。かなりこの伸びていくスピードって広がっていくスピードが他の排生タイムより遅いんで、雑草を止めるっていうまでに結構時間がかかってしまう。あんまりこう広いエリアを覆っていきたいなってなったらこの2点はあんまおすすめしない、はい、むしろ飾り用とかちょっとしたスペースを埋めるぐらいだったらいいんですけど、その辺の特性があるっていうことだけこの斑入り系統の排生タイム気をつけてくださいってなってきたら、じゃあどのタイムがいいかっていうところでこの3点、ジェンと。このクリーピングタイムっていうのがクセモノで、はい、まあ、クセモノって言っちゃうからねクリーピングタイムっていう風な感じが排生タイムの代表みたいな感じで思われる方もいるかもしれませんけど、このクリーピングタイムねちょっとね立ち上がりがちょっと高い、モサモサしてくるんやんこれ、はい、結構踏みつけとか生育旺盛かって言ったら、まあこっちよりは旺盛です。言っても旺盛なんですけど、雑草よけで使うっていう風でしたらおすすめはこの辺、レイタータイムかロンギカリウスタイム、この辺がうってつけです。どちらがじゃあこの2ついいか、いいかっていうのかな、強いかって言ったら僕はこのロンギカリウスの方が強いと思う。はい、何に強いかってね、踏みつけに強い、これ踏みつけに強いのと生育が多分他のタイムよりも旺盛だと思います。なので雑草を避けたければっていうので使いたければこのロンギカリウス、綺麗な花がまた咲くんですよこうやって。ああいいですねこの紫な感じ。そう
わーっと覆ってしまうっていう感じ。はい、うん、芯が強いよこれ、うん、触ると分かんないけどな、こっちのクリーピングと比べるとね、こっちもふわっとしてる。はい、触ってみて、この あしっかり芯がありますね。芯が強いね、こっち、はいはい、こっち柔らかい、うん、柔らかいでしょ、はい、こっちも踏みつけ大丈夫なんですけど、でもやっぱこう立ち上がっちゃうんでぐちゃってなっちゃうね、これね、うんうん、どちらかというとこうちょっとペタッとカーペット上でどんどん広がっていくタイプで、このレイタータイムも別に悪くはありません。このレイタータイムはこのクリーピングタイムをグランドカバー用に改良したやつっていうところで作ったる品種なんで、雑草よけにはなるんですけど、どっちがいいか花で決めるとかかな、うんうん、あと葉っぱの形状もちょっとこっちの方が優しくは見える。香りは似たようなもんですか。そうだね、うん、香りは似たようなもんですね。踏みつける場所に使うのか使わないのかとか、あと葉っぱの形状、あと花が欲しいかどうかでも変わってくると思う。なんでリーフで使うか花で使うかもあるしっていうところで、とにかく雑草のグランドカバーでタイムを使いたいってなったらおすすめはこの2点ですね。植え付け時期なんですけど、ハーブ自体はこの夏に植えるっていうのはあんまり良くないというか、育たないこともないんですけど疲れちゃうんで、できれば秋植えの方がこの子たちが順調にそこから育っていく、夏に枯れる恐れがなくなりますんで、秋植えをおすすめします。さて続きましょう。続いてはなんか今まで庭っぽいようなイメージでグランドカバー言ってましたけど、今度は畑でもバンバン使える雑草を止める植物です。こちらジャン、ヘアリベッチ。来ました、来ましたね、はい、覚えましたか。覚えました。嬉しいですね。畑でやりましたね、やりました。ヘアリーベッチ、緑肥の回を僕何回か特集してるんですけど、このヘアリーベッチが、まあ、いわゆる広いとこですよね。バーッと行きたければ一番と言っていいほどおすすめです。ただこのねヘアリーベッチは苗で売ってることがほとんど見たことがないです。だいたい種で売ってます。っていうのもこれマメ科っていうちょっと独特な植物で、案外と移植とかに弱かったりするんで、どちらかっていうともうバラまきでどんどん出ますんで、種を買うのおすすめです。あ、安いですね。まあ売り値なんですけど、これ300円ちょっとですね。で10平米ですよこれ。めちゃくちゃ安いじゃないですか。コスパめちゃめちゃいいのと、こぼれ種で年々出てきますんで、撒いちゃえば1回よしっていうところではあるんですけど、このヘアリベッチでちょっと特徴的なことを言わさせていただくと、巻き時期があります。でこの巻き時期が夏に巻くのかといったらそうじゃないですね。これは巻き時期秋なんです。だいたい9月から10月ぐらい、10月ぐらいかなに巻いてあげるとよく出ます。で耐寒性はめちゃめちゃ強いんで、冬の寒さは全く問題ないです。ただ夏には枯れちゃう、なんで止める期間としたら秋から春までと思ってください。だいたい4月とか5月ぐらいで枯れ始めるので、そうなったら撤去をするっていう方法もあるし、特にこのヘアリーベッチは空気中の窒素っていうのを捕まえるっていう独特な植物なんですよね、はい、何かって言ったら栄養分を自発的に作れるっていう植物なんで、この枯れたものを土に混ぜてあげると、もれなくこの肥料分を土に入れると同じことができるっていうところで、肥料を減らすっていうことができる植物、かなり優秀な植物です。なんで夏野菜を植えようっていうタイミングでヘアリーベッチ残っててもガーッとすき込んじゃえば肥料になって、その後の夏野菜植えれますっていう感じになってきますんで、そういう使い方がベスト。でこのヘアリベッチさ、すごい特性があってさ、まあ、まず肥料になるってことだけでもすごいや。すごいですね。ね、はい、でわさわさってこうなるんで、もう雑草をとにかく生やさない、その春先の雑草も生やさないっていう効果ができるっていうのがすごいんだけど、生やさない仕組みがすごくて、茎から独特な成分を出すんですよこの子、はい、独特な成分何かって言ったら、種の発芽を促進させる成分が出るらしいんですよ。ここでハテナってなるよ。促進させる。促進。はい、そう、雑草来ても種を発芽させる促進効果がある。普通抑制の方がいいじゃん。うん、どちらかって言ったら促進効果がある。これ何がすごいかって、来た種をペーンって体に当たったら、その植物がヤッホーって出るじゃん。はい、出てもそもそもヘアリーベッチがバーってあるんで。出てきた段階でもうすでに日陰やん。そうですね。でしっかり土もなかったりして出さして枯らすっていう最悪のパターンですよ。最悪っすね。どんな強い雑草が飛んできても種の小さい発芽した種なんて知れてますよ言っても、はい、全然弱いやん。強制発芽ですよ。ピャンピャンガーみたいな本当の雑草は、はい、いいタイミングでしか発芽してこない。
条件がぴったりあって俺いけるっていうタイミングで出てくるんで、ほとんどの雑草がそれで成功して旺盛に育っていくんですけど、もう強制発芽させられたらもう仕方がないっていうことで、飛んでくるものとか下から出てこようもんには全部発芽してやられちゃうみたいな感じの倒し方ができるっていうのと、割と5月以降枯れて枯れ草みたいになるんですけど、その枯れ草置いといてもその後雑草が生えないんですよね、そのエリア。ほったらかしにしといてもその場所だけは雑草を止めるっていう力がありますんで、緑肥の中でもヘアリーベッジを雑草よけプラス肥料として活用するっていうのはこの秋ですね、間違いないからね、秋からはおすすめだと思います。割とねばらまきすぎてね、ヘアリベッジがブワーってなっちゃってね、うわーってなる人もいると思う。なんで使い慣れてないとか、まあ、ちょっとそういう心配があるっていう方は少量でも対応できますんで、種ねやってみても面白いと思います。はい、というわけで最後ですね、グランドカバーというか雑草防止植物最強クラス、こちらです。ジェン、ヒメイワダレソウ。来ました。来ましたね、イワダレソウ、はい、はい、リピアという名前で呼ばれたりしますね、はい、これ以前ですね私動画で紹介して出したこともありますけど、まあ、かなりの勢いで草を止めます。本当に地面を覆っていくっていうタイプなんで、ベタッと張っついてとにかく発芽させなかったり飲み込んでいくっていう植物、だいたいスピード的には芝生の10倍。うわ、いや10倍海洋圏ですよ、ここで来てやばいですね。芝生の10倍の速さで広がっていくんで、まあ、1平米あたり1個入れといてあげれば、はい、もうあっという間ぐらいにこうバーッと覆っちゃうぐらい生育が旺盛なんですけど、これ出した時にコメントの方でもよくありました、生態系被害防止外来リストというのに載ってます。おお、なんか難しい名前ですけどね。難しい名前ですね。どういうことですか、まあ、いわゆる国の方から、はい、もうちょっと雑草化するんで危険な植物ですよっていうリストに入っちゃってるわけ。国がもうおすすめしてないというか、そうですね、ちょっと気をつけてくださいよっていう警告を出してるんですけど、園芸店ホームセンターでこのようなリピアまだ売ってます。ただいずれは繁殖力が旺盛すぎるものっていうのは販売中止になることがよくあるんで、なくなってくる可能性はもちろんあります。広がるのはともかくとも、このリピアが何がそんなに危険かって言われてるのかっていうと、これ花が今ね可愛い花咲いてるんですよ。こうやって普通に可愛いですね、ちっちゃくて、うん、小さいランタナみたいなね、はい、すごい可愛い花咲かすんですけど、その後にこういう風に枯れてくると、はい、種つけるんです、はい、でこの種がまた飛んでったりとかで広がって違うところで繁殖してしまうみたいな、いろいろなところにこう出てくる可能性があるというところで、ちょっとどうしたもんかやみたいな感じになってますというところで、このヒメイワダレソウの改良品種が出てます、はい、こちらです。ジェン、はい、似てますけど。似てますね、すごく。クラピアって言います。クラピア、おお。このクラピア、ヒメイワダレソウのリピアから改良されてるんで、もちろん繁殖力はもうすごい旺盛です、はい、これも芝生の10倍くらい。おー、強い強いで、踏みつけにもめちゃめちゃ強い。よく歩く場所で植えてしまっても全然問題はありません。何が一番違うか、種をつけない。あ、種つけない。そう、種をまずはつけないっていうところで、はい、繁殖が自分の敷地外にはいかない、いきにくい。あ、強さは同じだけど抑えれる。そうです、制御が可能っていうか制御しやすいという感じ、うん、でクラピアっていうのが出てきました。ちょっと見比べてみると分かるんですけど、大きな違いは種もつけないもあるんだけど、花が咲いた時の花が小さい。でもだいぶ似てますね。似てる、はい、こう花が小さいんで、小さい、花の主張はあんまりありません、はい、ただ踏みつけと広がるっていうところで、芝生の代わりになるっていう印象ですかね。畑ののり面とかでももちろん使えたりする。で時期になればこういう言ってもポチポチと白い花が咲いたりするんで、景観的には綺麗かなっていうところ。でこのクラピアがですね、またね種類があるんですよ、これは。ほう、はい、というわけでちょっと可愛い種類を発見しました、こちらです。ジェン可愛くないこれ花がピンク花がピンクなんですよ、これ見てみてください、これ花がピンクなんです。結構印象変わりますね。印象変わるでしょ。葉っぱも若干明るいですかね。そう、これの葉っぱの色はねだんだん緑になっていくと思うんですけど、ライブまではないような気がするんですけどね、はい、来た時点でちょっとこうちょっとうっすらとしてましたけど、まずこの花の可愛さよ。これがやっぱりこっちの白系リピアと比べたらだいぶ主張が強いね、こうやって。そうですね、ちょっと離れてみても濃いっていうのかな、
ピンクがバーッとカーペット上にあったらふわーっていう感じになると思う。うん、なります、うん、これなるでしょ、はい、っていうところでお花を楽しみたければクラピアでもこの赤花っていうのを選んであげると花が漏れなく結構楽しめます。そして今これ枯れてるところ相手残してたんですけど枯れても種もつけないんで、はい、心配がありませんよっていうところではあるんですけどこのクラピア同士比べてみるとよくわかるんですけどこっちのピンクは花が立ち上がってるよねこうやって。あ確かにそうですね、うん、でこっちの白は立ち上がらないんですよ、はい、よく踏むところであればこれ踏んじゃうこうやって、うん、潰しちゃうんでどちらかっていうとこっちの方が向いてると思う、はい、で立ち上がり気にしないよっていうところであればこのピンク花の方でしたら花は綺麗に鑑賞できるっていうところで、まあ、鑑賞圏でいくかもう鑑賞関係なくとにかく防ぎたいみたいな感じでいきたければこういうちょっとクラピアの中の使い分けっていうのもしていってもらうと非常に効率的に景観も楽しめたりとか実用性が高いんではないかなというふうに思うんですがここで問題発生ですよ、はい、このクラピア現在ですね僕が知る限りですけど店頭での販売がないと思います。おあまり売ってないほとんどないと思います。多分通販でしか買えません。ああなるほど。そうっていう買うところの制限があるっていうところと1個が高いです。だいたい500円ぐらいします。1個あ結構しますね、うんまあ、通常の姫岩だれそうだとこれは200円ぐらいだ198円、うん、だから2倍から3倍近くちょっと変わってくる。初期投資をするかっていうところではいいとは思うんですけど若干比べたら値段が高い。そして買うサイトによってでもあるんですけどロットが割とでかい1個からほぼ買えない。ああそういうのあるんですね、うん、買えるところも確かあったけど送料がめちゃめちゃ高くなっちゃうんで結局は、うんうんうん、送料分がプラスでかかってくると12個とか24個とか36個とかっていうまとめて買わないとコスパ的には悪いかなというふうに思いますけどリッピア買えるところですね概要欄貼っときますんで確認の上購入していただければいいかなと思いますけどこの姫岩だれ草を超える改良品種クラピア。ただねこのクラピア売ってるところはすごく良心的で書いてあったんで非常にいいなと思ったんですけどめちゃめちゃ強いっていう印象あるかもしれないんですけどやっぱりね生育環境によっては育ちが悪くなってしまうっていうことがありまして気をつけるところは第1個は排水性がとにかく悪いところは広がらない。プラス日光の量が少ないところだと広がりにくいひょろひょろになって他の雑誌に負けちゃうっていうところがあるんで排水性がいい場所と、まあ、日当たりが良好な場所で植えてほしいのと最初の段階ではやっぱり広がっていくときに雑草が他に生えてると負ける可能性があるんで言っても大きく育つまでは周りの草取りっていうのは必須かなと思います。ぜひこの辺を踏まえてグランドカバー植物たち植えてみたらいかがでしょうか。はいというわけで今回のカーメクガンチャンネルは雑草を止める植物グランドカバー特集しました。よかったかな参考になったかなと思うのでぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなたのお家の雑草対策また雑草より強い植物たちありましたらコメントの方で教えてください。カーメクガンチャンネルではこのように園芸初心者でも間違わない失敗しない植物選び教えます。チャンネル登録もお願いします。この後は大好評のユダンです。おまけドッグユダンです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて来ましたねグランドカバー植物、はい、雑草対策。雑草対策、まあ、ちなみに僕姫岩だれ草植えてますんでリスト載ってますけど、はい、自宅では一応管理して制御できるんですけどリスト載ってるものは、まあ、少なからずね何かあるよっていうところだけリスクがあるっていうところだけ覚えてください。今日紹介したやつもやっぱ繁殖力が旺盛なんで多少のリスクはあります。どっちを取るかだと思うんですよね。毎回草を取るか、はい、毎回伸びちゃってるこのグランドカバー植物取るかっていうのは手間的にはまあでも雑草よりは、はい、やっぱ綺麗な方がいいかなっていうところを重視して取るといいかもしれないですね。うん、うん、なんか雑草だとやっぱりちょっと景観が良くないよね。やってない感が出ちゃうというか、うん、放置したる感が出ちゃうというか。そうですね、まあ、グランドカバーをうまいこと入れながら楽しんでいくがいいかなと思いますんで今回はグランドカバーの雑草止める編でしたけどお庭構成する上でグランドカバー植物っていろいろあって使い方がいろいろあるんでこの辺もまた別回の方で景観がいいグランドカバーなのか日陰に向いてる特集がいいのかっていうグランドカバー特集もしなんか希望があったらこれに特化してやってほしいみたいな。これに特化がないとね漠然としすぎて余計わからんと思うのやっぱ。あ確かにグランドカバー特集おすすめグランドカバーとか出るけど5000とか、うん、いや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 それ
植える場所環境って5選変わるからみたいなっていうところが僕の中ではあったりするんで、もしできればもう具体的にこう日陰、狭いエリア、景観重視とか、なんかそういったお題をいただけると。確かにもっと細かく見ていくともっと特集できるわけですね。 できますもうざっくりとでしか今回は雑草を止めるっていうことだけ、うんうん、プラスそれだけだとっていうところで日当たりとか広がる範囲の大きさっていうのを今回は示してみたけど、こういう方が分かりやすくないですか？そうですね、僕それこそ、まあ、将来の目標ですけど、うんうん、やっぱお庭持ちたい、うん、でそこでやっぱグランドカバーを使ってみたいってなった時に、僕の中では香る系いいなと思ってたんですよ。ああはいはい、ちょっとこう踏んで香るというか、うん、まあ、リフォームニアとかアイドルでもやったことあると思うんですけど、そういうのが僕好きかなって個人的には思ってたんで、うん、僕の場合景観っていうよりはなんか香るグランドカバーっていう風に特集していただけるとめちゃくちゃ嬉しいな。選びやすいとか、はい、ああいいですね。なんかそういう具体例があると非常にこう燃えちゃいますんで燃えちゃいますか？燃えちゃいます。よろしく皆さんお題をくださいというわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。